遊びに来ました。モテるかな。さあさあ、もうイルティ常にグーの状態。ああ、お姉さんがいただきます。はい、お姉さんお願いします。ね、イルマちゃんも挑戦したい。イルマちゃんもチャレンジする。モテるか。はい、さあどうだ。さあ、お手探り。おお、イルマちゃん進化してる。すごい、やりましたね。持ってもらいましょう。さあ、問題どこだ。ここだ。早速第1問出てきました。ソーシャルディスタンスの距離として正しいのはどちらでしょう。言葉が近いですけれども、どっちでしょうかね。あ、今2人がどのくらいの距離か測ろうとしてる。ちょっとそうだ。これ1から2センチくらいかな。どっちだ。あ、今ちょっと離れてる。これが1から2メートルくらいになってる。1から2センチメートルくらいだと思う人。はい、お、2人とも勢いよく。じゃあ1から2メートルくらいだと思う人。あ、スンってしてる。ソーシャルディスタンスの距離は1から2メートルです。2回目のね、2人が離れた時くらいがちょうどいい距離なのでね、仲良しだけどほどほどに、ほどほどに行きましょうね。間違えちゃったけれども、この後も頑張っていきましょう。頑張りましょう。はい、さあではそろそろクイズの方に挑戦しましょうか。正しいマスクの付け方なんでしょうか。口と鼻が隠れるようにつける。うん、顎に引っ掛ける。どっちでしょう。1だと。あら、どっちでしょう。正しいマスクの付け方、口と鼻が隠れるようにつけるのが正しいと思う人、手を挙げて。はい、お、お、イルマちゃんだけ。イルティは、あ、違うって。そしたら顎に引っ掛けるのが正しいと思う人。はい、イルティ、顎に引っ掛ける方が正しい。正解はどちらでしょうか。2人で分かれました。正解はマスクは口と鼻が隠れるようにつける。イルマちゃん正解。やったー。イルティ間違えちゃった。イルティついついね、楽な方になっちゃったかもしれない。ね、また次やるからね、優しい、ありがとうね。そう、まだクイズたくさんありますからね、まだまだチャレンジしていきましょう。はい、そしたらクイズラリーのポイント、こちらになりますね。ババン。正しい手洗いの方法はどちらでしょうか。1番は石鹸を使って手のひらと手の甲だけを洗えば OK、 シンプルですね。そしてもう一つは石鹸を使って手のひら手の甲以外にも指爪の間手首までしっかり洗う。これはどっちでしょう。イルマちゃんも考えてますね。イルティも悩ましいですね、これはね。1番、手のひらと手の甲のみを使って洗えば OK だと思う人、手を挙げてください。おお、イルマちゃん、はい、シンプルな方で OK。 では石鹸を使って手のひら手の甲以外にも指爪の間手首までしっかり洗うのが正しいと思う人。はい、あ、イルティはこっちの方が正解だと。正解は石鹸を使って手のひら手の甲以外にも指や爪の間手首までしっかり洗うのが正解。イルティが正解です。イルマちゃん、ちょっと楽しちゃダメだったね、これは。しょんぼりしてる。座ってしょんぼりしてる。あらあら、いや、手て腐れないでください。プイってしないでくださいね。イルマちゃんも今度はしっかりと爪の間まで洗ってくださいね。そしてイルティはこのまましっかりと洗いましょう。すごい、2体とも、おー、あー、あ、ちょっと怒ってる、ちょっと怒ってる。イルマちゃんも釣りとかやりたい、ゲームやりたい。2人ともね、さやまちゃでしょっていう感じですけれども、正解は